まあ、一人一人しっかりと、チームのために勝つために何ができるかっていうのをしっかりこう意識しながら毎試合取り組んでて、それがチームとしてもやっぱりこう本当にね、勝つのは毎試合大変なことで、でもどうやったら勝てるか、どうやったら成長できるかっていうのをみんなでちゃんとこう考えながら進めてる感じは非常にあります。しっかり試合に勝って、どういう時に自分たちのいいバスケットができるできるかって、やっぱりミーティングしたくさんやって、やっと自分たちはこういうバスケットなんだって再認識してプレーでできてたので、まあ、ダメな時もありましたけど、練習中は比較的自分たちのいいバスケができたのかなと思います。まあ、開幕戦は2連敗しましたけど、そこから修正して、まあ、勝つこともできたし、怪我人がいる中でも、まあ、他の怪我人以外のメンバーがしっかりサポートし合って、まあ、またみんなチームとしても個人としてもステップアップできた今ここまでのシーズンだなと思います。出だしはちょっとつまずいたというか、新しいシステムになれるのにちょっと時間かかったっていうのももちろんあったんですけど、でもそこから、まあ、怪我人も出始めた中でもしっかり自分たちのバスケをもう一回見つめ直したというか、でしっかり、まあ、自信も取り戻してきたと思いますし、自分たちらしいバスケットは今のところはできていると思うので、まあ、順調に来ていると思います。去年千葉はもう開幕に連敗して52勝8敗という素晴らしい数字を残したというのデータがあったから、自分たちもそうなるんだっていう気持ちは僕にあったし、何よりホームでまだその時点で試合してなかったから、やっぱりホームで試合して勝ってチームに、まあ、エナジーというかエンジンがもっともっとかかると思ってたから、現にそうなりました。簡単に勝てないとは思ってましたけど、まあちょっとね、2試合目も逆転負けだし、結構ファンの方もそうだし、僕らの中でも今シーズンの幸先というのがあまり良くなかったのかなと、こう先が思えられるなみたいなシーズンになっちゃったかもしれないけど、まあそれはもちろん川崎さんも去年あんだけ僕らに負けて、でなおかつ新シーズンになっても連敗するってわけにはいかないでしょうから、自分たちのホームでね、まあ、僕らちょっと面食らっちゃったんですけど、でもいいモチベーションになりましたけどね、今の時点で僕らこれぐらいの力だというのが知れたし、ね、2戦目は特に勝てる試合だったのを、やっぱりああやって最後0点というところと、まあ、ディフェンスも崩壊してってっていうところがあって、やっぱそういう経験をしてるから、その後徐々に良くなっていけたっていうのは、その反省をしっかり踏まえられてるというか、まあ、そこがなかったら多分そのままずるずる曲げていってると思うので、まあ、そこは早い段階で改善できてきてるっていう意味では、まあ、2連敗あったから、まあ、今の勝率もあるし、まあ、今後ももっともっとやっていけるし、まあ、川崎とあと2試合あるので、まあ、そこでは本当にやり返さないといけないなっていう気持ちがありますね。少なからずプレッシャーというか気負いもあって、まあ、自分の思うようなプレーができずに、まあ、だけどその、まあ、自分の今までいた位置っていうか、まあ、そういうのを思い出して、まあ、やらなきゃいけないこととか自分 の、まあ、その持ち味っていうのを、まあ、しっかり出さなきゃ、まあ、試合にも使ってないくれないもらえないと思うし、まあ、そこをしっかり、まあ、1週間で、ね、見つめ直せたっていうのが良かったかなと思います。まあ、僕たちは能力がある選手が揃っていますし、怪我人が出ようが誰が出ようが、まあ、自分たちのそのスタイルっていうのは本当にディフェンスからしっかり展開を持っていくっていうのは、まあ、誰が出てもできることなんで、まあその時はハッシーがよくつないでくれたと思いますし、あれくらいできる能力ある選手なんで、まあ、それもいいクラスの材料になったと。一人一人が強い気持ちというか、まあ、絶対負けないという気持ちを、まあ、全員が持ってたし、まあ、それをコートで表現できたと思うし、まあ、その怪我人がいた
から、まあ、プレータイムをもらえた選手もいて、まあ、そういう選手が本当に活躍した、その怪我人がいる時期に活躍したと思うし、それがまあチームの雰囲気にもすごいつながったと思うので、そういう選手たちのステップアップというのがその勝利につながったかなと思います。ああいう状況でビッグマンがいない状況で、変な話、負けたら言い訳ができる状況だったから、言い訳ができるというか言い訳になる状況だったから、でもそういう時ってやっぱり自分たちがこうかなり葉っぱがかかって、変な話シュート入んないと勝てないし、打たないと入んないし、打たないと負ける状況だったから、まあ思いっきり全員できましたよね。特に橋とか遠藤もそうだし、思いっきりシュート打ってそれが入ったんで、まあすごく清々しいというか、負けるとは不思議と思ってなかったですけど、ものすごく気持ちのいい試合でしたね。終わってみるとなんかあれぐらい出し切らないと勝てない相手だったから、まあ、その後渋谷の試合もジェフいなくてコスクさんいなくてだったけど、まあ、同じような感じであの3試合で強豪を倒せたのはすごく良かったかなと思いますけど、いやもうすごく自信を持ってプレーしてるんじゃないかなっていう印象は今シーズンすごい思ったと思うので、やっぱオフシーズンというかジョーンズカップだったりとかで、ね、そういう経験をしてきて、まあ、今までも経験してきて、それが与えられたチャンスになるので、こう自分ができること、チームにとって何ができるかっていうの、いや得意なプレーは何なのかっていうのをしっかりとこう状況判断しながらやってる印象があるので、まあ、彼の良さをどん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 出してもらいたいなというふうに思いますけど、彼らしいプレーが、出せたし、三河はやっぱああいうプレーヤーに対してディフェンスできてなかったし、三河戦は本当に橋がチームにエナジーを与えたし、まあ、ああいう控え選手が普段あまり出てないような選手が活躍するやっぱチームってすごい、ね、上のレベルに行けると思う。今この結果はやっぱり彼の力が大きいです。ジョーンズカップ日本代表で行ってる時から、まあ、ポジション4番 でやっぱりある程度結果も残して自信もつけてて、まあ、今のうちのチーム状況とかから言うとやっぱり3番だった方がプレータイムはある少し増えるんですけど、まあ、本人的にもやっぱり4番の方がやりやすい差もあるのかなっていうのもあったし、まあ、逆に相手からしたらああやって外のシュートを入れられるとスペーシングどん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 広がるから、相手にとっても嫌だし、うちにとってはその功を奏するそのいいスペーシングでできるっていうところはあるかなっていうところと、まあ、外国人相手にもポストのディフェンスも昔前よりは全然戦えるようにはなってきてるなっていうのはあるんですけど、まあ、でも4番をやるにしろ3番をやるにしろやっぱまだまだ足りないところいっぱいあるので、まあ1戦目はやっぱり接戦で負けて、まあ、チャンピオンの強さというか40分間自分たちでやりたいことをやりきったのがアルバルクの方で、まあ、2日目はそれをしっかり修正できたと思うし、まあ、それがやっぱり40分間続けられなければああいう優勝チャンピオンチームには勝てないと思うし、まあ、ここから東地区で上に曲がっていけないっていうのを感じた2試合だと、まあ、2年連続チャンピオンっていうところもあって、まあ、川崎の2連敗からどう立ち直れたかっていうのも測れる試合だったと思うし、まあ、その中でもまあ1戦目は、まあ、どっちに転ぶか分からない結果というか、向こうに流れがいった中でもしっかり自分たちの引き戻したり、まあ、接戦を一で最後は負けてしまったんですけど、まあ、自分たちのその激しいディフェンスができた時間帯というのは明らかに通用したというか、僕らが押していた時間帯もあったし、まあ、それを2戦目につなげてというか2戦目は本当に40分が集中できたと思ってはいるし、まあ、勝負どころでも相手のターンもあって僕らは冷静に得点を重ねていって、まあ、理想的な勝ち方ができたんじゃないかなと思います。成熟したチームというか勝つチームっていうのは東京さんみたいなことを言うと僕は思ってて
まあ、あれだけ強いチームでいい選手が揃ってもやっぱ激しくやってきてサボらずに、言ったことを守る、それは外国人選手も日本人選手も、それができてるのが強い証だし、まあ、小島選手とか怪我しちゃったりとかザックもこの前いなかったかな僕らの時は。でもそのメンバーでもああやって僕ら2試合負けてるわけだから、僕らがそこはやっぱりあの負けた試合っていうのは特に最後の最後までやりきるのがどっちができるかっていう、それは、まあ、東京さんが最後上回って逆転最後カーブにダンクされたからっていうプレーにつながったと思うんで、だから最後の最後までできててももう本当最後の局面1点取るか1点守るかのところで取られちゃって負けたんで1試合目は、だからやっぱああいうチームのことをやっぱ強いと僕は思うんで、ああいうふうになんなきゃいけない、勝てるチャンスをものにしていくっていうのは本当一つ一つの積み重ねなんで、まあ、そこが1試合目はなかなかこう詰め切れなかったところだったんで、まあ、2試合目そのままずるずるいかなきゃいいなっていうのは正直だったんですけど、2試合目も本当あの選手がしっかり出だしからあのファイトしてくれて、まあ、あのやるべきことをしっかりやれた結果が、まああいう勝ちにつながったんで、まあ、本当あそこ一勝一敗で乗り切れたっていうのは大きかったですし、まあ、もちろんホームだったっていうのもあのかなり大きかったかなと思います。もう毎シーズンですけど、今シーズンも毎試合毎試合本当ホームでやるのが本当に楽しみで、あの会場の雰囲気と試合中もこう、ね、勝ってる時はどんどん勢いに乗れるきっかけを作ってくれるし、負けててこう難しい場面でも一緒になってこう耐えてくれて、で反撃のこう勢いを後押ししてくれる空気っていうのは本当やっててすごく感じるので心強いです、はい。まあ、僕らはもう本当にファンの皆さんと共に、まあ、背中を押してもらってじゃないですけどやっていければいいなと思ってますし、僕らは逆にそのファンの皆さんに恩返しというのはやっぱり一番は勝利を届けられることだと思いますし、まあ、その中でもまあ、X らしいそのディフェンスだったりルートっていうのもお客さんが盛り上がってくれれば得点の一つでもあると思うので、まあ、お客さんがワクワクするようなプレーをして共に戦っていければいいなと思います。一個一個のビッグプレーだとかあの盛り上がってるというか競ってる時にあの大歓声だったり応援があるとかなり僕らもそれはかなり伝わるの で相手はすごい嫌だろうし、逆に僕らアウェイに行った時のああいう雰囲気になると思ったら僕正直思わないので、うわ嫌だな、すごい応援だなって、まあ、なんかそれは本当にうち特有のものだから僕らも自信持ってるし応援してくれてる皆さんも自信持っていいことだと思うんで、まあ、だからその分僕らもかなりホームに対してはプライドあるので、どんな試合も負けたくないんで、まあやっぱり相手にとってはすごい嫌だと思うし、そのうちがこういい流れになった時によりその会場全体の雰囲気がこう変わるというか、もう圧がかかるというか、まあ、だからその東京の2戦目もそうだし北海道の時の2戦目もあの15点差から逆転できたっていうのはやっぱホームの力も本当にあの合わさってというか、それでまあ選手もどんどん乗ってくるしっていうのがその相乗効果がやっぱりあるんで、まあ、ブレアリでやるっていうのはもうかなり僕らにとっては心強い。ここまでの戦いの成長をまとめずに、まあ、ここからどんどん上に上がっていかなきゃいけない、まあ、今年、まあ、2019年はあと、まあ、1ヶ月しかなくて、まあ、ホームで多くできるっていうのは、まあ、自分たちに有利だと思うので、まあ、そこで、まあ、ホームゲームでしっかり自信をつけて、まあ、レベルアップ、個人がどんどんレベルアップできるような試合っていうのを毎試合やっていきたいなと思います。まあ、40試合長いんで、まあ、自分はまだもう怪我しないように4試合目で怪我しちゃったんで、開幕怪我しないようにしっかり体のケアをしっかりして、まあ、やっぱり1試合1試合成長できるしていけるようなチームでいたいと思うので、このままじゃ優勝できないと思ってます。試合を重ねるにつれて
開幕の時より全然やっぱり良くなったらブレイクするって思えるようなチームでいきたいと思います。まあブレないことだと思います。簡単に言えばっていうかまとめりゃあのブレないっていう言葉の中にもやることやるというブレちゃダメ、そのみんなが仕事をこなす、そのこなすというのは勝つためだけにやってることなので、まあ、僕はまあ証拠じゃないですか。そのディフェンスのチームなんだったらディフェンスをやらなきゃいけないのは当たり前だし、あのもちろんスキルアップとか あると思いますし、あの個人の成長っていうのもすごい大事だけど、でもチームとしてはもうぶれずにやることかなと思います。勝つためにあの自分たちの強さが何なのかっていうのをぶれずに、あの目移りしないで、あの本当にあと勝つことだけだと思うんで、ここ何シーズンかあのいいチームだとは思うけど勝ちきれてはいないと思うので、それはまあ僕の力もあるしみんなの力もあるので、そこをやっぱり一人一人伸ばしてシーズン中に伸ばしていくことと、あとは本当によりチームとして、先ほど言ったみたいに東京さんがね2連覇してるっていうのはそういうところに理由があると思うから、目の前の課題というかあるものを一つ一つあの乗り越えてあのクリアしていけば、そこでやっとあのファイナルからいけると思うんで、あのそこまで出し切らないといけないと思うんで、ブレずにやっていきたいと思います。